前回のあらすじ。おお、今日が大人数が遭遇したらん。ちょっと今から宮津さんお越しは。前回のあらすじがひどいことについて。知らんな。さて、今、高槻スープ付近を走行中ですが、お前復活するの早いね。もしにドラキュンやってるから、骨があると強いわけ。なんなら、骨一本折れるまでやっていい。それはやめて差し上げなさい。てかあんなに巨大な建物があるねんな。調べたところ、あれはチョコレート工場らしい。そうやと思ってたけどさ。どうやら、水槽駅に泊まるみたいですが、行くよっていう扱いになるんですよね。なので少しの間は喋りません。編集サボるんでしょうね。大阪を目指す歌ので、今から重装に行きます。ちょっと待って、それは理解し乗車やん。いつも乗車券使用してるので、大丈夫ですが何か。めっちゃ腹立つ。重装で降りた理由は、昼飯食べるためやったにゃ。そういうことだし、これから午後の部ですが、見事に雨ですね。誰やねん雨をとっくに当てて、宝塚どころか、三河駅を発車しました。とりあえずお前の友達に謝っとけ。ここなんで三河駅なんだよ。三河の宝塚まで寝てました。私は眠気に勝てないので、西宮に足が道どころか、宿川到着前までさっとしました。今から自動放送流れるので、喋りません。もういろいろと突っ込ませてくれ。あと編集される気だなこいつ。ちょっと待て、一気に飛ばしすぎ。こっちが奥田になることができひん。何でタバレしてんねん。